チーム1のディフェンダー内尾選手に質問です。ディフェンスの極意を教えてください。極意かちょっと分かんないんですけど、まず、手を大きく広げることと、なんかスクリーンとか来た時に肩をこうやって外すというんですかね、こうやって通り抜けてはいます。当たらないように。ぜひ皆さんもね、試してみてください。じゃあ明日の試合の意気込みをお願いします。はい、40分間富士通のバスケをしてしっかり勝ち切ります。応援よろしくお願いします。コンビニで絶対買うものはプリンとグミです。